明日はきっとまた来るから、こんな重い言葉だとは思わなかった。また同じ日々が続くと思っていた。歩き出せばいいなんて軽々しく言わないで、見慣れた景色が今はもうこの目に映らないから、みんな必死に笑ってる、無理に笑ってるってわかる。空の色は何も変わらないのに、小さく花はない。一体何を知れるというの、何歩いて探し回っても見慣れた景色はいない。昔にだんまりを決め込む、何も変わらない空を取り戻せない。日常がそこにあったことを忘れないで。昨日が欲しい、せめて今朝に戻れれば、いつもと同じ悪態をついた、大好きって言えばよかった。見慣れた君の笑顔を見渡してもどこにもいない。弱弱の闇の中で叫んでた君の名前は溶けてた。切り取られた景色から一体何を感じるというの、見渡せばどこまでも広がってる、どこかに日が眠ってる。昔にだんまりを決め込む、何も変わらない空を取り戻せない。笑顔がそこにあったことを忘れないから。見渡せばどこまでも広がってる景色に君はもういない。昔にだんまりを決め込む、何も変わらない空を取り戻せない。明日がそこにあったことを忘れないで。でまあ最後の曲を歌おうと思うんですけども、そうだ、なんだっけ、ちょっと商売の話するんですけど、CD あります。でまあ僕商売系のいい性格してるんで、でもまあリスペクトしてる人が徳永英明さんで、徳永さんこの間アルバム100万枚売れたんで、なんかオリコンで1位になったんですけど、そのアルバムに入ってる曲がシングル曲ほとんど入ってないっていう、なんかちょっとテンパったことをやった徳永さんをすごくリスペクトしてまして、僕もなんかそれに習ってライブでほとんど CD に入ってる曲を歌わないんですけども、今回も CD に入ってる曲は1曲も歌いません。
で、あの人の曲歌ってるにもかかわらず自分の歌を歌わないという、まあ、その辺はちょっとね、3、4年前から全然変わらないっていうスタンスなんですけども、CD 持ってきてますんで、僕これからまた西に向かって旅に出るんですけども、その中で僕があの投資したりとか、餓死したりとかしないように、もしあの応援してやろうって気持ちがありましたら、CD あのお声掛けしていただけば、3枚しかないんですけども3枚しかないんですけども、あのまあ、なれたら、まあ、あのそのあの僕、何で検索して言ってるのかな、ね、あのむっつりすけべ杉本で検索したら僕のブログが今日出るようにしとくんであの一応あの本業はウェブ屋でして、あの SEO っていうそのサーチエンジン適正化を、まあ、あの得意としてまして、まあ、適正化っていうかむしろサーチエンジンをバグらせるのが得意でして、徳永英明ホームページで検索していただきますと徳永さんのサイトが2つ上がってきた、下に僕のサイトが出てきます。あ、マジですよ、これマジですよ。おおとか言ってくれないですか、これ。ちょっとないないのないのか。おお、ありがとうありがとう。で、まあ、あと徳永英明一ノ関って書くともう確実に僕出てくると思いますはい、なんでまあ、あと徳永英明陸前高田とかかな、まあ、まあ、とりあえず徳永さんをなんか適当に入れて、徳永英明を入れてなんかキーワード入れると、まあ一番ひどいのは癒しの歌徳永英明で検索すると多分僕のサイトが一番トップに出ますねはい、まあ、まあそういうちょっといたずらをたくさんする人間なんですけども、まあそれは徳永英明に法的に訴えられるまで続けようかなと思ってます。で、裁判になったらそれちょっと僕売名できるじゃないですか。その時にあの言おうと思ってるのが、あのリスペクトしたんでインスパイアされましたっていうのをちょっと言い訳に考えてるんですけど、このリスペクトしたんでインスパイアされましたっていう言い訳はですね、あの昔川口京子さんっていう人がいてありまして、あの人が徳永さんの曲、そっくりな曲を書いたんですが、その曲を書いた時にその徳永さんが川口さんが謝らなかったどころか、そういう指摘があったサイトを消したりとか、そういうちょっと男らしくないことを川口さんにされたんですけども、その時に徳永さんがライブで言わはったのが、彼は僕をリスペクトしてくれてインスパイアされたんだと思うよっていうことを、あの心大きいことを言わはって、おかっけーって、その時はもうすごいあのやっぱ徳永さんかっけーなと思ったんですけど、最近徳永さんがなんか大体そのパクられた曲を歌うたびに川口くんの曲に似ているっていうのをその枕言葉につけるんで、まあ結構根に持てねえやっていうのをちょっと感じつつあったりなんかするんですけど、まあその根に持ってる徳永英明さんがね、まあそのまあそういうね、そのよく言うのがボーカリストで売れたっていう、彼は周りから評価されてるんですけども、そのボーカリストが売れたのはその曲がパクられて脚光を浴びたからやっていうのを彼は思ってて、なんか結構実は感謝してるんじゃないかなと思いながらも根には持ってるみたいですはい、でまあ、そんな感じで僕はそれでまあ、よく人の曲をパクるんですけども、その徳永さんの曲をパクって作った曲を